藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。本日も今日もですね、個人的な記憶を散りばめた勝手なお話をさせていただきますが、どうぞ最後までおおらかな気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。で、今日も一曲取り上げますが、その本題に入る前にお願いを申し上げておきます。この動画をご覧いただいて、あ、そうそう、その曲私も好きだった、俺も好きだったなとか、あるいは、そう、これできっかけとして思い出した、ありがとうと言っていただける方とか、あるいは、この動画だんだん若い方もご覧いただけるようになってきたので、聞いたことないけどちょっと聞こうと思いましたとか、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねの方をしていただけると私としては励みになりますので、よろしくお願いいたします。それから、藤谷の言うことは全く当てにならんけれども、一生懸命やってるから応援しようという方もぜひよろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる曲は、先だって君の朝という一番の彼の代表曲を取り上げさせていただきましたが、もう一曲取り上げさせていただきます。もちろんこちらも大変な知名度のある曲です。岸田聡さん、現在はこちらの字で、書くようですが、こういうお名前の書き方になるらしいですが、この当時はこちらの表記でした。岸田聡さんの重い翼、1980年4月の曲です。で、こちらは詩がなんと今回初めて知りました。当時私小学生だと思うんですが、初めて知りました。川崎宏さんだったんですね。川崎宏さんというのはご存じない方のために申し上げておくと、詩人です。現代詩のかなり重要なポジションの方で、誰にでも分かりやすい、割とみずみずしい叙情を描き出す、みずみずしい詩を描かれる方で、有名なのは白鳥という、羽が濡れるよ白鳥という詩とか、それから彼の仲間内というのは、吉野宏さんという詩人、結婚式で最も読まれやすいという I was born という詩、これ学校の教科書に載ってたよという方も多いと思うんですが、吉野宏さん、あるいは茨城のり子さん、私が一番綺麗だった頃っていう、綺麗だった時かな、現代詩の中でも比較的読みやすく一般の人に訴えかける詩を作ったグループの中のお一人の方に詩を依頼したんですね、どうやら。で、曲が岸田聡さん、岸田さんもご自身で詩を書くことはこの頃、今どうか分かりませんが、この当時は別の方が詩を書いて、君の朝は岡本治美さんという名手が書かれています。襟裳岬とか書かれた。で、この重い翼の方は岸田聡さんご自身で、曲が川崎宏さんで、編曲は梅垣達志さんという方のようです。で、この重い翼は非常に知名度があると申し上げましたが、もちろんこれは1年 B 組新八先生という TBS 系のドラマ、3年 B 組金八先生、武田鉄矢さんで大ブレイクしたわけですが、私がどこか以前読んだ記事では、もともとはこの岸田聡さんを1年 B 組新八先生として売り出すということを考えてたようですが、岸田聡さんを主役に使って起用してということだったようですが、スケジュールが合わなかったかなんかで、武田さんの方を先にして、これがもう空前のというか大ヒットになり、その第2シリーズとして岸田さんが出る形になったと。で、この曲はですね、いらない、もういらない、言葉だけの愛なんてとかいうように、何か人の心をつなぎ止める、束縛するようなつながり、それを翼の重さ、重い翼と例えて、それを、脱ぎ捨てて生きていくんだ、それもたとえ傷ついたっていい、たとえその関わりとかに終わりが、人を信じてその関わりで終わりが来てもいい、そこに始まりがあるのならば構わないと歌っていく美しい曲です。思春期の人の思春期のこの戸惑いと自立への願望というのを歌った曲として、中学校1年生を扱った1年 B 組新八先生というドラマには非常にぴったりする曲。最後、どうしようもない、昨日を作ってしまった、昨日か傷かちょっと詩忘れましたけど、どうにかできる明日があるさっていうのがリフレインして終わっていくという、前向きなポジティブな、
今現在の自分に溺れていく、つなぎ止められることを翼の重さと感じて脱ぎ捨てるけれども、それでうまくいくかどうかわからないという不安を襲ってくる。その不安は認めた上で、でも前向きに生きていくんだという、そういう曲に仕上がっている非常に爽やかな曲です。でこちらの B 面が、当時レコードですから B 面がグリーンエイジという以前取り上げた曲になります。以前も申し上げましたが、私はですね、私自身は岸田聡さんという方が特に、すごく思い入れがあるというわけではないんですが、私に兄がおりまして、この兄がこの岸田聡さんに熱狂的に大好きで、彼の結婚式でもかけてた、お姉さんが納得してよかったなとは思いますが、確か君の朝が鳴ってたと思うんですが、義理の姉が納得してよかったなと私は思っておりますが、その兄の好きだった岸田さんだなと思って、ミュージカルの方にも出てらっしゃって、まあ、歌のうまい方であるのは間違いない。それもなんか体育の先生かなんか目指してた方で、その肉体的な強さのある方、華奢な方に見えるんですけど、肉体的な大変パフォーマンス性の高い方で、能力のアビリティの高い方で、今聴いても、あ、素晴らしいなという歌声を聴かせてくれる。それを君の朝に、そのチャンネルを貼り付けておきましたが、多くの方ご覧いただいたみたいで、私としてはとても嬉しく思っています。重い翼の方も、まあ、岸田聡さん、歌手岸田聡としてメジャーな曲の一つですので、ぜひとも、まあ、若い方々はぜひこれをきっかけに聴いてみていただいて、思春期の少年、特に少年少女の戸惑いと自立への願望を歌った歌として聴くと、すごく輝きを感じると思います。で、すっかり忘れてたけど、その曲あったね、いい曲だったねという方はぜひとも、まあ、YouTube 等で、岸田さんのプライベートチャンネル等もありますので、ご覧いただければと思います。私としてはそういうものが紹介できれば、個人的な、今回で言うと、あ、兄貴が好きだったなから始まってご紹介をしているわけですが、で本人の現在のステージ、現在に近いステージを見て、わ、ご本人今でも歌うまくてらっしゃるっていう感激でも始まったことなんですが、そういうことで皆さんにご紹介できれば、これに過ぎたこう幸せはございません。ぜひともご覧いただければと、岸田さんのステージとご覧いただければと思います。でまた感想等をね、この動画のコメントに貼っていただけると私としても幸せです。今日は岸田聡さんの重い翼、詩人名手川崎宏さんの詩で、歌われている曲です。ご紹介いたしました。チャンネル登録といいねの方ぜひお願いできればと思います。思い入れのある方はコメントの方もお寄せいただけるとありがたいです。ではまたお目にかかります。最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼します。